朝日のやってることに雑誌が全部載っちゃってるんですよね。まあ完全に乗っ丸ちゃっ乗りてしるちゃの、って、そうなんですはよい、ね。本当に。で、文春ですらこう書いてない。私には商人という立場がある。何かやろうとするときは利用していいよと、昭恵さんはよく言ってたと。はい。その昭恵氏の立場を利用しようとしたのが籠池氏であり、昭恵氏もそれに無邪気に応えてきたのだと。昭恵氏が関与してたという事実は、首相の私と妻は関係がないという答弁と矛盾してしまうと。矛盾しないじゃない、だって。関与してたんじゃないんだから。そうです、そうそうそう。全然矛盾しそないのんだよ力な。で安くなったっていう証拠じゃないわけそれだったら、ね、関与したと言えるけど、はい、これだってその別にその籠池がそう言っているだけであってね、はい、だから全然それ別にさ、はい、関係ないとも取れるんだよね、はい、これね。それを一方的にね、はい、籠池氏はもうゴロつきというか、うん、何でもいいから、うん、もうごねるために、うん、押し通すために何でも使うっていう人ですからね。まあ、とにかくあの年を、はいはい、なんとか手に入れて学校を作りたいと。そうそうそう、まあ、そういう情熱で、はい、もうその利用するものは何でも利用しようという、はい、そうです。でいろんな人なんていうか保守系のですね、はい、言論人にも声をかけ講演なんかをさせてですね、それから昭恵夫人も、まあ、はい、たまたまああいう人だからね、はい、行ってですね、はい、名誉校長を OK してしまったと。そうですね。それは確かにその、はい、まあ軽率は軽率かもしれないけれど、はい、その後でこれも言いますけど、はい、籠池はやっぱうまいんですよ、そこら辺は。はいはい、取り入ったりですね、そうですね、利用したりするのが、はい、だからそれに、まあ、その純真な昭恵さんが、はい、まあ、その乗せられてしまったと、はい、こういう構図であって、はい、昭恵さんに何にもその、なんていうかな、その悪いあれはないんですよね、はい、動機もなければさ、はい、ないんですよ。もう昭恵さんはいろんな全国いろんなところに行って、うん、いろんな人とこう、うん、話聞いて、うん、じゃあ頑張ってくださいとか、うん、進めてくださいとかいう話は、うん、まあ、そうしているわけで、してるんですよ、はい、僕のね、うん、ちょうどその、まあ、知り合いの友達がいるんですけど、ええ、一緒にこうやって写真写ってるんですよ、うん、こうやって写って自分のビジネスのことをこうやって、うんうん、まあ、雑誌とかに出て、昭恵さんと出て、うん、紹介したりとかね、うん、してるんですけど、これがそんなに力があるんだったら、うん、その僕の友達もね、ビジネス大成功してますよ。あんまり成功してないの。いや、まあ、まあまあうまくいってるんですけど、これを持ってってね、うん、小川さんがフェイスブックに書いてましたけど、昭恵さんとそんなに力があるんだって、昭恵さんと撮った写真を持ってって、うん、銀行行って金貸してくれと、うん、総理のご意向だと言ったら貸してくれるのかと。それぐらいで動くのかと。そうだ、はい、そういう市役所に持ってってね、うん、あと生活保護、うん、出してくれと、うん、これ総理のご意向だと言ったら出すのかと、うん、いうふうなことをちょっと書いてましたけど、確かに僕の友達もね、僕だって一緒に撮った写真ありますよ。ありますね。カナダを売れと、いろんなところでね、ごねる時の材料にできるのかと、この写真 で、ね、はい、こういうので、それで文春なんかの書き出しがね、はい、3月9日の夜7時にですね、はい、その前谷美紀とか神田宇野とか中田英寿が集まるですね、はい、大手 PR 会社副社長の誕生パーティーに行ってたと、はい、銀座のね、はい、でそのまあ参加してたという、はい、でその日はですね、はい、その財務省のですね、近畿財務局のね、はい、係官がですね、はい、自殺したと、うん、いうことがですね、はい、報じられた日だと、うん、いう、で そんな日になんだという調子でですね、うん、まあ、書いてるんですけどね、はいはい、その、うん、パーティーのことなんか前から決まってたでしょうし、それでそれからその、うん、自殺がね、公表されたのはね、はい、まあ偶然じゃないですか、はい、そしたらしかもそれは別に直接ね、はい、昭恵さんと関係あるわけでもないわけだし、別にパーティーに行ったからってそんなにいけないのかと、はいはい、いうふうに僕は思いますけどね、はい、まああれですね、うん、こう全然関係ないことで、うん、ここまで結びつけて、うんうん、全部何でもかんでもね、はい、うん、でもまあ左派の人はこういう行動がね、心ないとかいろいろ言ってんですよね、うん、言ってんの、はい、うん、で、まあ、保守側からしてみたら
まあ、産経新聞が書いたように、うん、まあ、僭越ながら、うん、ちょっと活動自粛してほしいなっていうのはちょっとありますけれども、はい、今となっては少し、まあ、だから今はまあ自粛してるでしょう、そうですね、はい、それからまあそのなんだろう、あの名誉会長職なんかをもう引き受けない、制限すると、そうです、ね、まあ、こういうこと言ってますけど、はいはい、まあ、なんだろうな、それは逆に言うと昭恵さんのいいところを殺すことになるかもしれないけどね、はい、そうですね、うん、本当は自由ってある、そうそう、人は自由であるべきなんですからね、うんうん、政権内野党してたわけだから、はい、政権内というか、そうそう、ね、そうですね、はい、総理に対して野党を出してたわけだからね、はいはい、そう、これはもうみんな利用しようとして、なんでもかんでもね、左派の方こそね、籠池以上に利用してるじゃないかっていう感じですよね、うんうんうん、まあ、そうですね、はい、だからね、本当にね、はい、なんていうかな、この彼らも多分その文書なんかもきっと読んでないんじゃないかと思うんですよね、はい、そう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 、読んで分かるんですよね、はい、うん、週刊新潮も森友会談の安倍ゲートというんでね、はい、地獄の門が開いたとこういうのやってますけどね、はい、うん、ちょっと新潮もね、ちょっとがっかりですよね、文春がそっち行ってるのを一緒に乗って、そうそう、同じようなことやってるんですからね、はいはい、ちょっとがっかりしますよね、そうですね、うん、だから産経週刊誌にも書いたように、あんまり新しい情報とかですね、はい、新しいその、はい、なんていうか見方とかはですね、はい、ほとんどないんですよね、はい、で倉重敦郎氏がサンデー毎日は、ね、はい、ではね、まあ、自分のページを持って毎週書いてるんですけど、はい、森友政局3つのことを申し上げたい。1つ目は朝日新聞をよくやった。森友問題の疑惑の核心を発掘渡航した。二つ目は財務省よ、この際忖度行政の海を出し切れ、ピンチはチャンスだ。三つ目はこれからが本番だ。安倍晋三政権が延命するのか、それとも世論の波でその基盤を突き崩されるか、日本の民主主義が試される場面であるなんて書いてあるんですけど、どういう日本のすぐにそういうふうに、ね、で山田区とですね、はい、藤井博久が登場してですね、はいはい、あれこれ言ったのを紹介してるんですけどね、はい、うん、週刊朝日も安倍首相が怯える財務省の逆襲、ここでですね、元官僚たちの直言、佐川君全部喋ってすっきりしようっていうのをね、はい、前川喜平、佐藤優、古賀茂明、はい、郷原信夫、はい、この辺りがですね、はい、もう喋ってるんですけどね、はい、まあこれもね、はい、相当なんていうか偏っているというかな、はい、